インスタ360とか GoPro とかの他社のアクションカメラについてなんかどう思ってるのか、うん、なんか盛り上がってる。例えば熱暴走とかなんかある気がしていて、そこら辺ってあるんですか。改めてそのドローンが今後なんかどのように発展していくのか。そう、アクション2が個人的にめちゃくちゃ好きで、あのデザインが戻ってくることってのはじゃあもうなさそうですか。 Great実はあの今から DJI のドローンですね、エアーシリーズとかミニシリーズ、マビックシリーズのマーケティングの方に質問させていただく機会をいただいたんですけど、あの DJI さん面白くて、エンジニアさんもマーケティングの方も顔出し NG なんですね。なので担当者の顔は映さずに、まあ、あの翻訳していただいている方の声と僕だけ映してお届けします。数日経って今がどういう状態ですか。結構その売れてる、調子よく売れてるのか、その結構ネガティブな壁が多いのか。うん、よく売れてますよ。売れてます、うん、そう、そのユーザーからのそのフィードバックも良いです。あ、フィードバックいいですか、うんうん、確かに、まあ、今回いろいろね作品とかも撮らせていただきましたけど、うん、やっぱもちろん映像は綺麗ですし、そのズーム、うんうん、ズーム表現70ミリがあるということ で、うん、そうですね、結構そのいろんな構図で表現ができるなって思ったんですけど、うん、その今後なんか、まあ、Air 3とか、まあ、Air 4、Air 5とか多分あると思うんですけど、どのような、なんか発展をしていくのか聞いてみたいです。うん、あ、その Air シリーズは大体はそのミニシリーズと Mavic シリーズ その中間、その間のレベルの製品ですね。うん、だから、Air シリーズはミニシリーズと Mavic シリーズのその優位性を組み合わせた製品 で、うん、でその画質は良いですけど、その最高ではないですね。だから画質の面においてはやはりその、上がる、向上させる空間があります。うん、なるほど、うん、いや、いいですね。なんかそのやっぱり日本のマーケットってちょっと特殊だと思ってて、その 法規制とか厳しいじゃないですか。で以前そのミニ2とかの時は日本仕様で 199g とかあって、うん、そうですね、本来はグローバルは 249g だけど、うん、日本だけ 199g とかってあったじゃないですか、うん、これって日本のマーケットをちょっと意識して調整してくれたと思うんですけど、アバターに関しては出されなかったじゃないですか、うん、なのでまず全体的にまず日本市場をなんかどう見ているのかっていうのは聞いてみたいです。私たちも知りたいですね、その問題は。、うん、そうなんだ。ああ、その確かにその強い、その厳しい法規制はなんかユーザー その購買欲とかそれに、うん、なんかマイナスな影響がありますね。だから私たちも DJI からなんかそのガイダンスとかやっぱその法規制に関するビギナーガイドを出すことで、うん、なんかそのお客様の購買欲を上げることがありますか、うん、なんかクリエイターの視点から、うん、なんか何か方法がありますか。確かにね、うん、結構なんでこの質問したかっていうと、うん、コメントでもね、ちょっと日本の法律厳しいから、うん、ちょっと買うの控えようかなっていうネガティブな雰囲気も一部はあるんですね、うん、なので僕としては情報発信を務めてるんですけど、まあ、一つはちゃんとその適切な情報、適切に許可を取って適切にその飛行すれば安全に楽しめますよっていうのを、まあ、やっぱしっかりと届けていかなきゃいけないなとはすごい思ってるので、まあクリエイターとしてはそこを務めなきゃいけないなとは思ってるし、うん、まあただやっぱりこの日本の法律とかやっぱそこって重要だと思うので、まあそことの対話を通してもう少しそのドローンに対して緩和されるような法律が築かれるといいなと思いますね。厳しい法規制はなんかやっぱりその飛行安全とか、あとプライバシー保護の視点から行われているので、だからその強いけれどもその損守する必要があると考えておりますが、うん、その私たちはなんかそのお客様に何か研修とかその飛行許可の取得もそんな難しくないってお客様に思わせたいですね。あとは、うん、ドローンのフライト方法とか、うん、あとはその許可の取得方法とか、あとはどこで飛行できるかっていう情報はお客様に伝えたいと思ってます。うん、ここでは飛行できない
ではなくて、うん、どこで飛行できるっていう、なんか前向きな情報をお客様に伝えることで、うん、なんかその厳しい法規制のマイナス影響をなんか削減できるかなと思ってます、うん、ありがとうございます。確かにね、まあ、クリエイターとしても頑張ります。なんか DJI さんとして、うん、まあ、開発者としてマーケティングチームとして、日本のそのクリエイターに、まあ、なんかその積極的に発信してほしいことに関しては、やっぱり今みたいな、まあ、安全に飛ばせるとか、うん、法律に対する正しい知識みたいな感じになりますか？それとも他に何かこういう発信をしてほしいとかってありますか？クリエイターとしてその、うん、なんか視聴者に伝えたいことは、やはりそのドローンのユニークな撮影体験とか、うん、その他の撮影デバイスで得られない、うん、なんか優位性をお客様に伝えたいです、うん、了解しました。なんかそのドローンの開発について、なんかその何が一番その苦労しているのか、うん、例えばどのスペックを向上させようなのか、何に一番苦労しているのかちょっと聞いてみたいです、うん、一番苦労すること、その難しいポイントは、うん、どのようにバランスを取っているか、それがポイントです。その一つのスペックとか、一つのスペックは例えばなんかズームとか、その最大飛行時間とか、それを最大な数値まで向上させるのは優しいことなんですね。でも例えば飛行時間を向上させると、その機体の、うん、サイズが大きくなったり、うん、その持つ時の利便性がその下がります。だからその、うん、一番難しいことは、その機能と機能、スペックとスペックの間のそのバランスをどのように取っていることなんです。なるほどです、うん。まあ、ちょっと聞きづらい質問かもしれないんですけど、結構そのユーザーさんからすると、例えば Air 2S とか、うん、Air 3、まあ、Mini 2とか、まあ、Mini 3 Pro とか、まあ、結構いろいろと製品が出てる中で、マイナープレートなんじゃないかっていう意見とか、ちょっと選択肢が多すぎて分かりづらいっていう意見が日本のユーザーからもあるんですね、うん、その点についてはどういうふうに認識されてるんでしょうか、うん、それは例えばマーピックシリーズはその機能は多くて、でもその価格は高いですね、うん、で逆してそのミニシリーズは安いですけど、その性能がちょっと物足りないかなって思うユーザーもあります。だから、うん、こんなに多くの製品を作るのは、その異なるユーザーのニーズを満たすためです。それは理由なんです。確かに。でも本当にこのやっぱクリエイターって世の中でもすごい増えていて、うん、なんかその特定の目的に対して適したやっぱ機材ってあるなと思うんですよね、うん、なのである意味当時は DJI がドローンを出して、うん、本当に多くの人たちがバーンと使い始めたと思うんですけど、よりなんか目的が細分化して今こういうラインナップになってるのかなと思う、うん、ちょっと思っていて、なんかその改めてそのドローンが今後なんかどのように発展していくのか、やっぱその産業としても例えば輸送するとか、本当に将来はなんかそういう未来になるのかなと思っていて、もう明確に DJI さんの社内の中でもうここ目指そうみたいなコアなビジョンとかってもあるんですか、うん、コンシューマーとしてね、はい、コンシューマーはちょっとそのビジョンっていうか3つあります、はい、うん、一つはそのクリエイター、創作時の自由度のアップ、うん、で二つはその生活を思う存分記録できること、うん、でもう一つはその飛行フライトを楽しむこと、うん、大体この3つね。 Great Sorry, it's simple answer. ありがとうございます。すごくその僕として聞きたかったことは、まあ、全て聞けたんですけど、まあ、なんか最後に日本のその僕のチャンネルでクリエイターとか、うん、動画を始めたいって人たちが見てるので、なんかその日本向けにメッセージってありますか？なんか盛り上がってる。その生活の美しさを見つけよう、うん、あとその異なる視点で世界を体験しようかな、うんうん、その生活の美しさ、うん、あと異なる視点で世界を体験することに対して DJI はいつもそのトップ そのツールとかそのデバイスを提供しようと思ってます、うん、提供することに取り組んでいます。なるほどです。いやもう本当に僕自身もすごいそれに恩恵を受けているので、
今日深圳に初めて来て、うん、モチベーションもすごく上がってるので、いろんなコンテンツを日本向けに発信します。ありがとうございました。はい、次はアクション4の開発担当者の方にお話をお伺いしたいなと思います。はい、ありがとうございます。今日は素晴らしい機会をいただき、すごくワクワクしてます。あ、じゃあまずすごくシンプルな質問なんですけど、うん、アクション4が、まあ、約1年ぶりですよね、3からアップデートされたということで、今回はもうどこにやっぱ一番 その魅力があるんでしょうか。やはりその画質ね、その低照度環境でもその画質を保持することができます。うんうん、確かに今回はあれですよね、10ビット、D6、これはやっぱりこのアクション2とか3の色表現と4の色表現とか、まあ、色の情報量っていうのはその結構劇的に変わったものなんでしょうか。やはりそのセンサーサイズですね、 1.3 分の1センサーを搭載して、うん、だからそのダイナミックレンジ、あとその感度も向上しています、うんうん、それはオスモ2とオスモ3と比べてその、うん、比較的になんかその明らかなポイントとなります。うん、確かにね。ただやっぱ映像センサーサイズとか、うん、映像のその情報量が増えることで一方でトレードオフがあると思うんですけど、例えば熱暴走とか、うん、なんかある気がしていて、そこら辺ってどうですか。アクション2でその熱暴走の問題が明らかですが、そのオスモアクション3からその問題がすでに解決されました。そのアクション2はやはりそのサイズが小さくて、だからその、うん、だからその熱暴走がちょっとひどいですね、うん、でアクション3からその熱暴走の問題が解決して、だからアクション4にもその熱暴走の問題が なんかないと言えますね。なるほど。アクション2其实我们で、あとアクション2の時もその保護ケースをリリースさ、保護ケースをリリースしました。で保護ケースを装着するとその熱暴走の問題もこう、うん、ある程度改善できます。なるほど、うん、そうアクション2が個人的にめちゃくちゃ好きで、デザインとか、うん、気軽に撮れる感じ、まあ、うん、言っちゃえばその2つ付いてますけど1つだけ活用すれば本当に胸に気軽につけて撮れるっていうので、アクション2を使用していることが多いんですけど、なぜこの1はこのハードウェアデザインで、2はブロック型のモジュラーシステムで、3で戻ったじゃないですか。これにはどのような意思決定があったんですか。うん、アクション2をリリース後、その市場のフィードバックとか、それを、うんうん、それに基づいて、やっぱりそのユーザーがその稼働時間が長いこと、あとその熱暴走が発生しないこと、あとその、うん、なんか収録し続けることに対してそのニーズが高いです。だからアクション2のリリース後はやはりアクション3とアクション4を研究開発しました。うん、じゃあすごいデザインとかマテリアル素材とか、うん、2すごい好きで、うん、5とか6とかでデザインが戻ってくることってのはじゃあもうなさそうですか。考えたことは考えたんですが、うん、でも現在の業界のレベル、うんうん、例えばサイズが小さくて、うん、あとその熱暴走が発生しなくて、うん、あとその稼働時間が長いという3つのその優位性を食わせる製品は現在までなんか難しいですね。アクション2のような形は現在では、まあ、そのアクション2を破る製品を作ることは難しいです。なるほど。なんかそれで言うと気軽にね胸につけて撮るとかいろんなアクションカメラが出てると思うんですね。インスタ360だったら最近 GO3 と呼ばれるなんか、ね、デュアルディスプレイと気軽に取り付けるみたいなプロダクトとか、あと GoPro で言うとまあ変わらずこういうデザインでやってると思うんですが、なんかライバルのインスタ360とか GoPro とかの他社のアクションカメラについてなんかどう思ってるのか聞いてみたいです、うんうん。アクションシリーズの撮影方法って例えば縦だったらハードウェアのその何ていうの付け方で縦にしてるじゃないですか、うん、横縦、はい、でも GoPro のアプローチって基本横でよりワイドに撮ってクロップするとかそういう違いがありますよね、うん、GoPro とアクションだと、はい、でインスタ360だとモジュラーシステムとか
なんかあると思うんですが、それと比べてその DJI さん の, そのスタンスとか聞いてみたいなと思いました。2つのシーンに対応しています。例えばアクション3とアクション4、あとその GoPro はその通常のアクションカメラ、その手で持つ、うん、でその Go3 とアクション2はその、芯につける使い方、うん、それは2つの使用シーンに対応しています、うん、まずはその1つ目のシーン、その通常のアクションカメラを言いますと、GoPro のその開発のシーンは例えば 4K から 5.3K まで、うん、それはその画質の向上ですね、画質の向上に取り組んでいます、うん、で DJI は解像度ではなく、やはりその対応環境、例えば低照度環境でも撮影できるように取り組んでいます、うん、現在ではやはり 4K を中心に 5.3K は求めずに、シングルのピクセルの光を取り込む情報量を拡大する方法で、その低照度環境でもその映像をよく捉えるようにします、うん、なるほど。なんか今回のそのアクション4とかって実際に使ってみたんですけど、うん、本当にその GoPro にも負けないぐらいの手ブレ補正力と映像美があったと思ったんですね。で、まあ、やっぱ GoPro とかアクションカメラとしてはすごく大きい、なんて言うだろうな、まあ、オピニオンリーダーだと思うんですけど、彼らの製品のなんかそのすごいポイント、良いと思うポイントって開発者視点であったりするんですか？ GoPro の優れているところはやはりその解像度ですね、 5.3K ですね、その、うん、DJI は 4K ですね、やはり、うん、でもう一つはその GoPro のエコシステムが豊富なんです。あともう一つはその GoPro の, そのユーザーの量が多いです。まあ、うん、アクションカメラっていうとみんなその GoPro って考えますね、うん、まあね、大体この3つで、逆で対してDJI の作れているところはやはりその操作性、うんうん、まさにシンプルですよね。そうですね、使用しやすいです。使いやすいと思います、すごく、うん、でもう一つはその安定性なんです。その、うん、DJI はやはりそのドローンを開発した会社で、その安定性は GoPro よりもいいと思います。で GoPro のもう一つのなんか、その難しいところというか、それは 5.3K だというとそのサプライヤーチェーンが難しいですね、うん、そのセンサーが、そのセンサーの選択肢が少なくなります、うんうん、で DJI は、うん、DJI はやはり 4K を中心に、だからそのスマートフォンなど他の、電子デバイスとか、それはDJI のサプライヤーとなる可能性があります。でも 5.3K だというと、そのセンサーとかチップとか、それは、うん、ちょっと見つかりづらくなりますね、うん、通常のアクションカメラの他に、そのなんか体につけるそのシーンというと、その Go3 と比べて DJI はやはりその画質が良いですね。だから Go3 は新しく発表された製品だけれども、2年前発表された Osmo Action 2と比べて、やはり Osmo Action 2 の, その画質が良いです、うんうん、なるほどね。大体は2つありますね、その、うん、大川さんのなんか視聴者に伝えたいこと、一つは例えばもしそのユーザーが前 GoPro を使用したことがあって、このようなユーザーは大体はそのアクション4 の, その優位性を伝えたい、伝えてもらいたいです。例えばその潜るとき、そのダイビングとき、そのアクション4はその水中 の, その色の鮮やかさ、うん、はすごい良いです。だから例えばこういう点、水中の色の鮮やかさとか、うん、あとそのアクセサリーの互換性っていう優位性を、うんうん、その視聴者に伝えていただきたいです、はい、でもう一つはそのエクストリームスポーツが好きな視聴者にとって、それはアクション4 の, その例えばその安定性、うん、あとそのシャットダウンことなく、うんうん、あとその稼働時間が長いっていう特徴を、うん、伝えていただきたいです。やはりそのユーザーの、はい、ユーザーによってその異なるアクション4の優位性を伝えていただきたいです、ね、うん、了解しました。 I don't know this. Thank you. もう一つのターゲットユーザーはそのなんかスマートフォンの他にもう一つのデバイスが欲しいユーザーにとって、うん、ユーザーに対してそのアクション4を推薦しようかなと。特にそのアクション4の優位性はそのクイックリリースね、その、うん、例えばスマ、なんかそう、そのクイックリリース の, エコシステム、うんうんうん、この点をちょっと伝えていただきたい。はい、
了解しました。で DJI はさまざまなそのアクセサリーがあって、そのバックパックでもその手持ちでも、うん、どこでもそのつけて撮影できます。うん、了解しました。ありがとうございます。はい。